父と子と聖霊の皆によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めましょう。神よ、罪深い私たちを憐れみ、慈しみを示し、救いをお与えください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。すべてを照らしてくださる神よ、あなたは暗闇にさまよう人たちが誠の道に立ち返るように、真理の光を輝かせてくださいます。洗礼を受けたすべての人が信仰に反することを退け、キリストに従って生きることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、出エジプト記。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。アレノに入ると、イスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって、主があなたたちの不平を聞かれたから主の前に集まれと命じなさいと言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒れ野の方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、見よ、荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。神の言葉。命じてその扉を開け。
エジプトのイスラエルの民はモーセあるいはアーロンに不平不満を言いました。なぜかというと、このエジプトから奴隷として解放されてから、このイスラエルの民はあまり食べ物がないエジプトに良かったのに、 そのエジプトでも鍋肉いろいろ食べたけれども、そのアレノに食べ物はないという不平を聞きました。このモーセとアーロンは責任を持ってリーダーたちとして、どうしようか神様とのお祈りの中で、会話の中で神様が民、このイスラエルの民のために 天から下ったパン、それはマンナ、みんな受けた。私たちにとってこのマンナ、このパンはイエス様の御体、このミサの中でも配慮することができます。でもコロナの中でいろんなところ、私たちのこのイエス様の御体を配慮することができないし、この向こうの宗教界も日曜日まだミサが公開 ミサあるけれども、平日のミサは火曜日と木曜日だけです。だから今水曜日だから、私一人でこのミサを立てて配信して皆さんに分かち合うことが YouTube としてできます。またイエス様の種まきの例え話のところで、
私たちはこの日本でもインドネシアでもミッションとしてまだクリスト者は少ないところ、昔からこの宣教師たちはよく頑張っていて、実りはあるけれどもまだ足りないということは私たちは分かります。学校とか病院とかいろんな人、関わっている人が今の時代は特に日本では洗礼まではなかなかしたくない、その信仰を持っている、また神様を信じるということはただの口だけでも心から、また日常生活、そして実際に教会との関係属することはなかなか難しくなります。どうすればいいか、この私たちは信者として、司祭としてこの種まき、私たちはこの御言葉を伝えるということは証人になるかどうか、私たちの立場で一人一人その使命を呼びかけています。今日のミサで私たちの全ての世界中の教会の働き、福音宣教のことを神様に感謝しながら、足りないところはどうぞ神様に頼んで願って、私たちは導いてくださって歩むことができますように、今日夏休み、いろんな生徒たちいるけれども、私たちも自分のご健康を守る、大切にすることが一つのこの神様の恵みを大切にすることです。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。全能の神よ、ここに捧げる供え物によって私たちを清め、新たにしてください。あなたの言葉に従っていき、御旨を行う者に約束された報いをいただくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ。聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技をたたえ、いつも感謝を捧げます。あなたは御言葉である御子によって人を作り、御子の死と復活を通して新しい人としてくださいました。作られたすべてのものはあなたを賛美し、あがなわれた民は喜びにあふれ、救いの技をたたえています。私たちもすべての天使聖人とともにあなたの栄光を仰ぎ、感謝の賛歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ。天の糸高きところにホサンナ。おむべきかな、主の名によりできたるもの。天の糸高きところにホサンナ。まことに尊くすべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んでジュナに向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。
食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイダマンヨとパウロサカエトシイロ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての使者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、スユセフトシと、すべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたもの。神の子羊の食卓に招かれたものは幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きますよ。
りましょう。慈しみ深い父よ、御言葉と命のパンで養われた私たちを強めてください。お一人子の豊かな賜物で満たされ、いつもその命に生きることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。Thank you.